本日は大須商店街万象寺通りにある猫カフェプチマリーさんにやってきました。大須観音駅より徒歩3分、名古屋大須店にはどんな猫ちゃんがいるんでしょうか。早速行ってきまーす。中に入るとまずは検温、そして消毒、感染予防対策もバッチリです。そして奥に行くと、なんと私たちのフライヤーがお店に飾ってくれてました。万象寺通りお惣菜もしっかり PR してきましたよ。お店の方はとっても優しくて、この後なんとポスターも飾ってくれました。素敵な方です。じゃーん、ここの自販機には飲み物がたくさん。このドリンクなんと飲み放題、好きなドリンクも飲めて猫ちゃんと戯れるなんて最高ですね。ついに可愛い猫ちゃんたちとご対面。かわいい、もう出てきちゃった。あんずちゃん、あんじゅうです。あんじゅう、失礼します。猫が出迎えてくれてる。かわいいんだけど、何も撮ってないけど、かわいいよ。出迎えてくれる。かわいい、あんじゅう、展示されてるんですね。お名前がまだ決まってないですね。そうなんだ、決めれるのかな。タマにする、タマ、みたらし。まさか万象寺じゃないですか。万象寺。キャー、どうした。可愛いんだけど。可愛いでしょ。いる、こんなにいる。あら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 、みんなが出迎えてくれている。はい、すごい寄ってきた。怖いよ。お部屋で、はい、まだここ入り口だよ。この子がちょっと食べ過ぎちゃうんで、ちょっと阻止してもらえる。はい、こんな感じでおやつをいただきます。あげます。はい、あげて。手のひらでね。みんな待ってる。ごめん、私はないんだな。はい、欲が、欲がすごい。今日なんか誰が猫なのかみたいな。どういうこと、どういうこと。絶対来るじゃん、絶対来るじゃん。持ち上がっちゃってる。可愛い、可愛い、可愛い。可愛い、みんな。この子、反り返っちゃう。もうあの子独り占めしちゃった。ダメだ。ボスだよ。Yeah.
一人でお散歩。かわいい。あ、取れちゃった。かわいい。私も混ざりたい、ここに。あげましょうか。奪い合い。さらに奥には漫画のコーナーも。こんなにたくさんの漫画もあって、私たちも癒されるし、猫にとっても癒しの空間ですね。総選挙、やっぱ3位以内入ると、このそう、ここですね、ここに大きく出させてもらえるんですね。2代目おやつハンター2代目なんだ。さて、階段を上ってさらに奥に進んでみると、広い。ここでも猫ちゃんが出迎えてくれました。窓もあってとっても開放的な空間です。かっこいいね。なんかどうしたの。成立してる。餌を見つけた瞬間にすごい勢い立ち上がる。餌を狙われています。かわいい。あ、すごい、いっぱい来てくれる。元気。いや、あ、寝てる。今の今までその体勢、これもうちょっとで落ちちゃいますよ。あんなに元気だったのに。寝ちゃった。かわいい。起こさない方がいいか。落ちた、絶対今あの子。かわいい。チコちゃん、おしめ見つけました。おしめ、おし、おしめこ、おしめこ、かわいい、かわいい。連れて帰ろう。かわいいね、チコちゃん。寝ちゃった。戻っておいで、戻っておいで。おしめんが、おしめんがいなくなってしまう。悲しいです。連れて帰られたくない。あ、もう、あ、私の推しが来た。アミちゃんの推しが。最後は猫ちゃんのご飯タイムを眺めてお別れしてきました。こうして並んで食べてるとかわいい。人懐っこい猫ちゃんたちにたっぷり癒される幸せな空間でした。ぜひ皆さんも猫カフェプチマリーさんに遊びに行ってみてね。せーの、にゃんにゃん。